我々日原最後の演舞六条愛陰影のそれという楽曲を演舞させていただきます。先ほどのランや改めは愛情の物語でしたが、今回は悲哀、悲しいお話でございます。ぜひ楽しんでいただけたらと思います。どうか最後までご声援のほどよろしくお願いいたします。それでは参ります。六条愛陰影のそれ。怒りの象徴であり、この世に災いをもたらす人知を超えた存在である。そんな鬼には風変わりな友がいた。しかしその友の行為が青鬼本来もう一人の自分を呼び起こす。それが理解できないな、青鬼。青鬼はそのわがままに振り回され、死に飢えた思考はついに闇に落ちる。友ではないのか。一途なこの気持ちに触れることはないのだろうか。なぜ青鬼が、青鬼だけが、そして愚か者に復讐を。赤鬼は同情を、その態度に苛立つ青鬼が無理やり人間たちを襲い出す。その心から湧き出る鬼の微笑み、枷が外れたただの鬼、永久の追放を。花を添え送る、あなたは麦のいつまでもそなたを忘れることはないだろう。さようなら。いいな、我こそ。涙を流す赤鬼。しかしそれは鬼のロールかもしれない代物であった。青鬼の自己犠牲が自己嫌悪を呼び起こし、思考を変えて懺悔を与えてやるのだと。再び友を泣きし、そして気づけ、我を思い出す。それは運命。共に別れのことの愛。
はい、神宗自身の悲しい青鬼のお話いかがでしたでしょうか。それでは見てくださったすべての皆様に感謝の気持ちを込めて礼。はい、本当にありがとうございました。それでは神宗自身退場。